春と修羅を作曲されることになったきっかけを教えてください。ミツバチと遠雷の、原作者オンダリクさんが、話によるとですけど、オンダリクさんが、東京のどっかのバーで飲んでいたら、そこでなんかバーテンダーの人がある女性を本田さんに紹介したらしいですね。それは多分その女性の人は、クラシック界で働いてる人で、本田さんももちろんクラシックのお詳しい小説家じゃないですかと。それでまあ、それでバーテンダーの人がこう紹介したんだと思うんですけど、その時に本田さんが映画化、三ツ橋の映画化になるので、その春と修羅、架空の作品ですよね、はい、それ藤倉大みたいなのに作曲してくれないかなって本田さんが言ったらしいんですよ。でそれ言った相手の女性は僕の友達だったんです。そこでその方が、そのあ、大さんだったら私知ってますっていうことで僕にテキストが来て、どうですかって言われたんですけど、まあその時にラッキーなことに僕ミツバチと遠雷読んでたので、すでになので、じゃあぜひもし可能ならぜひになって言ってると、まあ数ヶ月後に東宝さんから正式なオファーがあってっていう感じですね。偶然が重なったってことですね。そうですね、たまたま読んでたのが良かったですね。はい、そうですね。これ恩田さんにも言ったら大笑いしてたんですけど、僕は恩田さんにお会いする前に、こんな僕の作品を聞いた後、春と修羅作って想像の中の恩田さんに聞かせたら、恩田さんは それは私の春と修羅ではありませんってもし言われたとして、いやそれは恩田さんが書いたそのものの春と修羅ですって、こう僕は戦えるように、三ツ橋伝来に書いてある春と修羅の描写を全部抜き出してですね、それを全部、僕電子書籍で読んでたんですけど、その春と修羅の描写がある部分を全部、スマホで写真撮ってですね、それを印刷してプリントアウトして、で壁中に貼ったんですけど、それで全ての、描写を僕なりにこう解釈してやったっていう、まあそして大田さんに実際お会いしたら、もうで僕よりも先に春と修羅を録音セッションで恩田さんは聞かれているので、うん、もうその時はもう恩田さんも遅く喜んでたのは知ってたので、うん、メールをいただいたりしてたので、それはもう全然お会いしたら全然そんな感じの人じゃなくてよかったんですけど、まあ、これ僕映画オタクなんですけど、僕が考えたら最初役者たちは多分ピアノミストみたいにピアノ弾けないと思うので、うん、でもピアノ役者のピアニストがピアノを触ってるシーンがあるだろうと思ったんですね。ということは彼らでもこう、ま、習える簡単な部分を最初に持ってきて、それがこう、コンクールの課題曲っていうことは技術的に難しくないといけないんですけど、そこから技術的に難しい風に持っていったら多分想像ですよ。でその役者のが弾いてるシーン、簡単なし弾いてるシーンから、こうプロの録音のプロの4人のピアニストが弾いてる録音に入った時には結構いけるじゃないかと思ったので、最初の春と修羅の何小節かはものすごく簡単で、それがこうバリエーションみたいになって変奏曲みたいになってどんどん難しくなっていくんですけど、それが最初のアイディアでしたね。それをこの間インタビュー恩田さんと受けた時に初めて僕が言ったらしくて、本田さんはすごいびっくりしてて、それはいいアイデアだとか言っておっしゃってましたけど、そこがカデンツァ以外の部分の話ですね。そうですね、こう、本当にコンクールの課題曲という感じで本当に書きましたね。だから全然曲が課題曲でも全然おかしくないと思いますし、別に普通に書いてもそうなるっていうか、そこは意識したといえばもちろん意識しましたけど、はい。あと、まあ、はっきり言ってコンサートで弾かれても全然おかしくないというか、コンサートで弾かれる作品として僕は書いたんですけど、その本当に小説の描写そのものですから、例えば、アヤの場合は最初の和音、母なる大地とかなんかありましたよね。
あの大きな和音だなと思ったんですけど、うんうん、そういう和音を、まあ、まず例えばその最初の和音を見つければ先に進めるかなみたいな感じで、すると映画ではその和音に向けて映像が編集されてる、あれしてますよね。あれは見た時は感動しました、ね、音楽が先にできてなかったらそういう編集にならないわけですから、だからやっぱり音楽が最初にできてるっていうのはいいなと思いましたけど、なんといってもはっきり言って全て小説の中にある描写を僕なりに解釈して音にしたっていう感じですね。それだけ小説が4人の違う人物を書き分けられてるっていうのがすごいんですよ。はい、はい、それではこの動画をご覧の皆様へのメッセージをお願いします。河合出版から出る春と修羅、こんなに綺麗な、表紙になってます。ぜひ皆さん買って、試しに弾いてみてください。